おはようございます。10月6日金曜日の東京インフォメーションです。東京都はモバイルアプリコンテスト2023を開催します。ティーンズモバイルアプリコンテスト2023は都内の国公私立高等学校などの生徒を対象としたモバイルアプリのプログラミング技術を競うコンテストで、参加は一人でもチームでも可能です。募集テーマは身近な問題を解決するためのモバイルアプリです。応募作品は今年4月以降に応募者が自ら作成したモバイルアプリです。特設のホームページにある応募フォームから作品、企画書、作品の説明動画を応募してください。締め切りは来月20日月曜日です。一次審査、最終審査を経て来年1月下旬頃に都内の会場で表彰式が実施される予定です。都では来年3月のアイルランド国際交流メンバーに参加する中高生などを募集しています。ワールドキャンパス in アイルランドつながる世界の10代は、中学生、高校生などが世界とつながり見識を広げるためのプロジェクトです。今回募集しているのはアイルランドを訪問し、子どもを取り巻く施策や環境を肌で感じ情報を発信する国際交流メンバーで、対象は都内在住在学の中高生など、応募要件のすべてを満たす人です。アイルランドへの渡航期間は来年の3月26日火曜日から31日日曜日です。渡航前にワークショップが5回行われ、渡航後報告会が行われます。海外渡航にかかる航空券や宿泊費などの費用は都が負担します。参加を希望する人は今月20日金曜日までに応募フォームからお申し込みください。定員は10人です。都はインターネット上の誹謗中傷や人権侵害などに対する相談を LINE で受け付けます。インターネットにおける人権侵害に関する LINE 相談は、専門の相談員が LINE によるチャット形式で相談に対応します。相談の日時は祝日と年末年始を除く毎週月曜、木曜、金曜日の午後4時から10時までです。相談は原則1人1日1回、1回あたり60分以内です。 QR コードを読み取るか LINE の公式アカウントから友達登録をすると利用できます。東京文化財ウィーク2023が開催されています。東京文化財ウィークは文化の日を中心に都内全域の文化財の公開やさまざまな企画事業を実施することで、都民が文化財に触れる機会を提供する事業です。通常は公開されていない文化財の一斉公開など100件の特別公開事業は、今月28日土曜日から来月5日日曜日までの期間で開催されます。文化財巡りや特別展、講座、講演会、現地鑑賞会などの企画事業は来月30日木曜日まで開催されています。各事業の詳しい内容などはホームページをご覧ください。また
今年度は新たに子ども向けのホームページを開設しています。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。